初世梅若五十二世、梅若六郎明治四十二年一月十九日とは、関税流して方の学士。明治五年以後は、初世梅若美を名乗り、こちらの名でよく知られる。上野洋治五洋太子のくじらい平左衛門の長男。八百三十六年五十一世、梅若六郎氏、秋田の養子となる。明治維新の混乱期、関家宗家が徳川義信に従って、 静岡に移ったこともあり、農学が衰退する中、農学堂の建設や自宅の式部隊での演脳、それまで非公開だった脳を一般に有料で公開するなどした。明治時代の農学復興の功労者。16世、高生苦労、桜館友奈馬と共に、明治三名人と歌われる。長男が諸世、梅若万三郎、次男が54世。 梅若六郎で後の二世、梅若実長女、鶴子の婿養子に、関瀬鉄之丞家の四世、関瀬清澄の次男源次郎を迎えたが、後に実に二人の実子が生まれたため、すでに五十三世、梅若六郎を襲名していた源次郎は、関瀬家に戻った。次女、浜子の婿が、関瀬滑雪脳の梅若六郎梅若六郎は、関瀬流して方の脳学師 初代梅若実る。農学堂を建設し、農を一般に、有料で公開するなど、農学の復興に力を尽くした。宝生九郎、桜館伴え馬と並んで、明治の三名人と歌われた。清水清風著、東京名物百人一首明治四十年八月、農の梅若六郎より、抜粋判例不都選は実施、細に重選は要し、諸生梅若見くれない雪。 清吉イコールイコール、イコールイコール、鶴子諸生万座風呂二世、梅和賀実浜子イコールイコール、イコールイコール、仮設宮部ゆき、紅雪。諸生吉行二世、万座風呂諸星なお、義五十四世、六郎鉄之丞静雄。二世、吉行三世、万座風呂満、助晴五世、関瀬吉之丞五十五世、六郎敏尾秀雄鉄之丞 アキイコール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 5世、井上八代。三世義行基調久敷二世直木関税、厚生井上康子。吉政、ありがとうございます。